続いてご紹介するのがこちらのバッグになっております。ご旅行とか、うん、まあ、ちょっとしたお出かけなど何にでもこうマルチに使えそうなバッグになっております。こちらのバッグなんですけど、たくさんなんか入るところがありそうな感じ、はい、ちょっと上から見るとこんな感じになっていて、うんうんうん、こちらボディの方がジップのファスナーですね、うんうんうん、で中にもジップファスナーがついているので、鍵とかも収納できます。で次のお部屋に行くときに1個マグの、うんうんうん、はい、ポケットみたいな感じなんですけど、お部屋がありますので、この辺もちょっとサクサク出し入れするものを入れていただいたり、でそれの隣がまたジップになりますので、はい、まあ、安全面も考慮してダブルでちょっとジップのお部屋を2つ作ってます。でそしてちょっと表面の方なんですけど、こちらの方もマグネットの方で、確かに、はい、ちょっと出し入れしやすいものをって形で 1,2,3,4 層で展開しております。なんかちょっと海外旅行行ったりとか、うん、そうですね、バッグとして使っていただくのにもおすすめかなっていう感じがします、はい、であまりちょっと荷物入れないよって方にはサイドからちょっとキュ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 と待ちの部分が、そうですね、締めていただくと調整できるようになってる。これぐらいちょっと薄い、あ、かなりスマートな感じになりますね、はい、感じになりますね。なのでこれでちょっとかっこよく使ってもいただけますし、うん、荷物が逆に増えたよって時はフルで開けていただいて、こう街を生み出していただければ、はい、使用ができますので、結構割と日常使いしやすい形になっています、はい、結構お色によっては男性も女性もこれだけお色が4色展開なんであるん で、ね、使っていただきやすいかなという感じがします、はい、値段こちらおいくらですか、はい、こちらは6990円税抜きでなってます。なるほど、はい、結構まあ品があって使い勝手が良いので、うん、大人なカジュアルバッグとして使っていただけると嬉しいなと思います。